こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も主婦の友社出版の前後便利帳から前後を選び、その解説文を読んでから後でその前後を半紙に筆で書いています。今日の言葉は主人公です。出典は無門館です。この主人公については性静寂のところで詳しく述べますが、これは瑞巌禅師が毎日主人公よと自分自身に呼びかけ、性静寂やはっきり目を覚ましているか、濁、はいと自問自答しているという話です。何でもないような話ですが、しかしいついかなる時でも主人公であり続けることは容易なことではありません。また自分が常に真実に対して目覚めているかどうかを検証することも大切なことです。常に毎日ということが眼目です。それでは今から主人公を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。